はい、こんばんは、あいかです。今日はですね、お待たせしました。9月1日発売のシャネルレキャトルオンブルビザンス全4色の装置とメイク紹介していきたいと思います。いや、もうこれはね、画像出た時から大騒ぎだったんですけども、もう各カウンターでもね、発売が1日金曜日、その後の土日くらいでね、結構完売しちゃったカラーなんかも出ているみたいです。ぜひね、色味気になっていた方、使い方迷っていた方は、メイクシーンも参考にしてもらえたらと思います。はい、今回のコレクションは、ジュエリーからね、インスピレーションを得てるということで、パレットの内側も凹凸のあるツヤ消しのゴールドみたいになっていて、もう見た目だけでもめちゃめちゃ素敵なんですよね。私は今回どうしようかなと思いつつ、テスターも見ずにね、電話で4色予約していました。で、実際にカウンターに引き取りに行った際に初めてテスター見たんですが、もちろんね、発色濃いカラーもあるんですけど、シェアで使いやすいカラーもありました。じゃあまずはね、早速それぞれのスウォッチ見ていきたいと思います。アイカチャンネル。まず308番パリュールアンペリアル、イエローサファイア、レッドクォーツ、ガーネット、そしてトップコートのローズゴールド。全色ツヤ感あるんですが、まぶたにのせた時に濃いカラーがちょっとマットっぽく見えるような気がしました。そして318番のパリュールベネティエンヌ、これも可愛いですね。カーネリアン、ベージュゴールド、ブラウンアンバー、そしてトップコートはグリーンの光沢が宿るホワイトグリーンムーンストーン。遊び心のある変更グリーンになっています。次に328番、パリュールクリスタル、ピンクオパール、ローズクォーツ、スモーキートープクォーツ、トップコートはパールが輝くスカイブルーのアクアクォーツ。ということで、名前の通りね、非常にクールなパレットになっています。そっちで見てもそれぞれの発色は弱めというか結構シアーな印象なんですが、これをね、目元に重ねていくと非常に上品な仕上がりになってくれます。そして最後が一番アイコニックなカラーですね。338番、パリュールバロックです。ルビーレッド、アンティークゴールド、グリーンエメラルド、そしてトップコートのパールホワイト。一番難易度は高いんですが、一番宝石感を感じるというか、今回のコレクションのコンセプト通りのカラーだなという印象です。私は銀座三越で予約していたんですけど、こちらのカラーはもう予約分はね、すぐ完売してしまったそうです。一つだけ買うってなった時に本当にデイリーに使いやすいカラーを選ぶ人もいると思うんですが、まあ、そのコレクションらしいカラーをとりあえず押さえておきたいっていう方も多いのかなっていうふうに思いました。はい、という感じでスウォッチ見ていただいたんですが、いかがでしたか？まあ、パッと見でね、結構濃いカラーもあるので、まあ、どんなガッツリした色が出るのかなと思いきや、それぞれ単色で見ると意外とね、使いやすさもあるんですよね。ただ正直ね、使う時に組み合わせ悩んだカラーもあります。まあ、この後のね、メイクシーン見ていただいたらわかるかなと思うんですが、もう逆に何も考えずにね、ふわっと重ねるだけで目元が完成するカラーなんかもあったので、まあ、同じコレクションなんですけども、使用感としては結構違うなっていうふうに思いました。で、今回はね、4色なんですけども、ちょっと撮影ラッシュにつき、今回もまたね、全体に4回メイクするのではなくって、左右それぞれ1色ずつ使って左右を比較するような感じでお見せしていきたいと思います。まあ、できるだけよりでね、お見せできたらと思いますので、ぜひ参考にしてもらえたらと思います。それでは早速、レキャトルオンブルビザンスを使ったメイクスタート。アイカチャンネル。はい、それではですね、早速使ってメイクしていきたいと思います。色番号中にやってもよかったんですけど、この比較的淡めな318番と328番、ここね、迷う人とかいるかなと思ったので、淡いこの2色と比較的濃いめの2色、この組み合わせで使っていこうと思います。じゃあまずはですね、308番、338番使っていきたいと思います。それではまず308番から使っていきます。赤みがしっかりあるのと、イエローゴールドの黄み感がね、ちょっと難易度高いかなっていう気はするんですが、今年のね、秋のトレンドの赤をしっかり堪能できるカラーかなと思います。こちらのカラーをメインに使って、こちらを際に入れてグラデーションにしてラメを足して、まあ、この子はね、私もあんまり得意なカラーではないので、ちょこっとだけ使っていこうと思います。まずこちらのカラーから、これをアイホールに入れていきます。スーッとのせるとこれくらい発色します。結構ね、発色こちらのカラーは強めですね。まず二重幅くらいにしっかりめに色をのせます。このままだと濃いと思うので、ブレンディングブラシ使って上に向かってグラデーションを広げていきます。こんな感じかな。結構ね、ピタッと密着する感じがあって、そんなに手早くぼかせるタイプではないかな。乗ったとこにしっかりとどまる感じはあるかも。その代わり、これだけしっかり発色するんですけど、ブラシをこういう動かし方しても目の下に飛んでないんですよね。ちょっとムラっぽくなっていたので、もう一度足してグラデーションしていきます。
もう夕焼けっぽいね。すごい綺麗。そしたら左下のカラー、これを目尻側重点的に二重幅に入れていきます。ここはそんなに境界線ぼかさなくてもなんとなくでグラデーションになってくれますね。でも少しだけぼかしましょう。こんな感じです。そしたらこういう濃いめのパレット、下まぶたに入れるカラー結構迷うんですが、今上まぶたにメインに入れたこのカラーとこの下のラメのカラーですね、ここちょっと足して入れていきましょう。でまずはこの際からですね、ここからのせて色味を見ながら、いけそうだったらもう少し下に向かって広げていきます。いきなりこうガッとのせちゃうと、結構下まぶたってね、幅が上まぶたに比べると狭いので、ブラシの先端を使いがちなんですよね。そうすると発色が思ったより強く出ることが多いので、まず際にのせて広げるっていう感じでのせてあげると失敗しにくいですし、後々ねぼかしやすいかなと思います。こんな感じ。そんなにラメ感ね、この使い方だったらわからないかなと思います。そしたらこちらのラメカラー単色で使っていきましょう。最近はこういったザクザクしたラメを黒目のね、この上と下のとこに小さい平筆でキュッてのせるのも好きなんですが、今回は反対側に使うカラーのラメのカラーが結構クリアっぽい印象なので、どちらもラメのカラーは上まぶたにふわっと重ねる使い方で使っていきます。この博報堂のボサボサしたブラシで少し目元がね、マットな感じであんまり立体感なかったので、これを中央にのせることで少し立体感を演出します。はい、そうしたらこちらのイエローゴールドですね、私シャネルのね付属のチップってほぼ使わないんですけど、今回はこれ使っていきます。と先端に取ったら、ここに、私が苦手なカラーを使う時って大抵ここにのせるか目尻にのせるかなんですよね。今回は目頭にのせてみました。こんな感じです。308番仕上がりはこんな感じです。アイラインなんですが、今回はブラックのリキッドを使っていきたいと思います。シャネルがねスティロ U ウォータープルーフしか手元にないので、今回はゲランのリキッドのブラックを使っていきます。こんな感じ。マスカラも少しボリュームのあるブラックを使いたいので、同じくゲランのノワールジェのブラックを使っていきます。はい、こんな感じですね。アイシャドウが高発色なので、それに負けないようにボリュームのあるタイプのマスカラを使ってみました。それでは反対側に338番使っていきます。さっき使ったここのカラーと338のここのカラー、パッと見ちょっと雰囲気似てるんですよね。なので改めてこの2色だけスウォッチ取ってみました。こちらが先ほど使用した308の左下のカラー、こっちが338の右上のカラーです。これがね、目元に使った時どこまで違い出るかなっていう感じなんですが、しっかりめにスウォッチ取ってみるとちょっと違いあるの分かりますか？308の方がより青みを感じるかなと思います。じゃあこれをねどうやって使っていくかなんですが、まずシャネルのビジュアルではこのグリーンを上まぶたにもしっかり入れてるんですよね。ただこのグリーンって結構青み感が強いので、私は青タンっぽく見えて苦手なカラーなので、できればポイントカラーとして使いたいなと思っています。なので上の2色ですね、ここを広めに入れていこうと思います。まず右上のカラー、結構濃いカラーですけど、これを際に入れていきます。締め色から先に入れるイメージで、ここまではさっきのルックと結構似てますね。このカラーもやはり密着力ある分、丁寧にブラシを動かしてあげないとちょっとムラになりやすいですね。二重幅だと目を開けた時に私は格納されてしまうので、二重幅のこのラインよりも少し上まで使っておきます。次に左上のゴールド、これをさっき広げたこの境界線あたりからのせて、今度は赤とゴールドでグラデーションにしていきます。でもあんまり赤の部分をぼかさないイメージ、今回はね宝石がテーマにあると思うんですけど、その台座のゴールド部分と宝石の部分のイメージで赤がぼやけないようにゴールドをのせます。この状態でゴールドの境界線のところをブレンディングブラシでもう少し上に広げていきます。まぶたの中央にラメカラー、さっきこの2色の境界線ほぼぼかしてないんですが、この辺りにこのラメをのせることでちょっと境界線がぼけるかなと思います。こんな感じ。このカラーが一番やっぱり難易度は高いと思います。でこちらのカラー取ったブラシ、まだ色が残っているので、この残った色味でいいです。これを際からのせていきます。で足りなくなったら足すときにゴールドを少し足してちょっと縦幅を出していきます。そうするとちょっとオレンジっぽいニュアンスになったの分かりますか？こんな感じです。
やっぱ下まぶたはマットカラー一色よりも少しツヤ感があるカラーを使ってあげた方がいいかなと思うので、こんな感じで、はい。そしたらグリーンですね。困った時のディオールバックステージのアイライナーブラシ、これは本当にライン上に締め色をねきちっと入れることができるブラシなので、これの先端にグリーンを取って手のひらとかで調節します。これね、しかもちょっと透け感あるんですよね。すごい難しい。まだがっつり肌の色をねしっかり隠すぐらい発色してくれたら、際のとこに入れてアイライン代わりにも使えそうなんですけど、しっかりめに取って目尻際にグリッとスタンプしていきます。もちろんこれ単色でこう広くねふわっと入れてあげた方が透明感出るので、この透け感がちょっとジュエリーっぽく見えてね好きっていう人もいるかなと思います。そういう人はもちろんねこうふわっと広く入れてもいいと思うんですが、本当に私これ系のカラー使うとね、なんか血管が浮いて見えてるような本当に青タンっぽく見えるので、ちょっとあえてこの透け感を感じさせないようにぎっちりめにのせていきます。前も言ったんですけど、苦手なカラーってふわっとその色かどうか分かんない程度に広げて入れるよりは、あえてこの色ここに使ってますっていうポイントで使ってあげた方が意外と使いやすかったりするんですよね。なのでこんな感じで目尻に使ってみました。338単色で使うと仕上がりはこんな感じです。じゃあ同じアイライナーとマスカラ使っていきます。そしてマスカラ、こんな感じで左右仕上がりました。308番メイクと338番メイクです。どちらも高発色だったんですが、やはり使いやすさで言うと308の方が上かなと思いました。対する338は右下のラメカラー以外はもうどれもねメインカラーで使えそうなくらいしっかり主張してくれるカラーなので、まあどれをね広く使ってあげるかで結構印象が変わってくるかなと思います。今度は318と328それぞれ使っていきたいと思います。まず318番、公式サイトのルックを見ると結構このグリーン味を感じる白っぽいパールカラーですね。これをしっかり使っていますね。でピンク少し見えているんですけど、パッと見はシックな雰囲気になっています。なんですけど今回私はこことここでベース作って際にこれ、最後にこちらを重ねるという使い方をしていこうと思います。まず左上のカラー、これをアイホールに入れていきます。ゴールドでも黄み感控えめでベージュっぽいというか結構馴染みのいいカラーですね。これをふわっと入るブラシで広めに入れていきます。でそのまま同じブラシで下まぶたにもグリッと入れちゃいましょう。結構大胆に入れてもそこまで発色強くなくってツヤを足すような印象なので、ベースとしてね広めに入れていきます。そしたらここにピンクを重ねていきます。これをアイホールに重ねていきます。どちらも透明感があってシアーな発色ですね。じゃあこれも下まぶたにグリーッとのせちゃいましょう。はい、2色だけだとこんな感じ。このカラーは結構デイリーに使いやすいかなと思います。はい、そうしたら先にアイライン引いておいて締め色を重ねるのでもいいかなと思うんですが、一回パレットだけで仕上げた状態を見せたいので、締め色を使ってからアイライン引いていきます。左下のカラー。これはライン上に狭く入るものじゃなくって、小さい丸筆を使っていきます。今日はメイクアップフォーエバーの216番ブラシ使います。これを二重幅に。結構コシのあるしっかりとしたブラシなんですが、このブラシでグリグリ入れてあげても発色はこんな感じです。この色使うと結構クールな雰囲気になりますね。最初に入れた2色とそこまで境界線しっかりぼかさなくてもあまりくっきりはしすぎないかなと思います。ちょこっとだけ下まぶたに。でここまでだと結構デイリーな感じですね。芯を問わず使えるメイクかなと思います。ここにですね公式ルックと同じくこのカラーをトップコートとしてまぶたにね重ねていきます。いつもねまぶたにふわっと重ねるっていう言い方をしていたんですが、サイト見たらねトップコートって書いてて、あなるほどなって思いました。ちょっとコンサバチックな目元だったのが一気に変更のグリーン具合で雰囲気が変わります。ちょっと今この二重幅の際からこのカラー乗せたんですけど、このブラウンはしっかり発色させた方がバランスいいかなと思うので、ちょっと消えちゃった部分にブラウン重ねます。わかるかな、ほらちょっとこの中心部分だけグリーン味が足されました。318番のメイクはこんな感じです。じゃあここにアイライン引いていきます。これはごく細く際に入れていきます。そしたらマスカラで仕上げていきます。318番メイク、マスカラまで仕上げました。そしたら次、反対側に328番使っていきます。
こちらはね、公式のルックだと多分これを幅広く使ってるのかな。318番以上にクールな印象 で、こちらもね、アイシーなカラーなので、より大人っぽい雰囲気に仕上がっています。さっきまでまぶたにふわっと色をのせるときに使っていたブラシですね。これで1色目広めに入れていきます。ちょっとクールトーンなんですけど、まあ、ベースとして広く入れても使えるようなカラーですね。ツヤ感あるんですけど、色味がクールなのでのせるとちょっと目元に影ができるの分かりますか。そして同じブラシでこちらのカラー、これをもう少し幅狭めに重ねていきます。この2色もそんなにグラデーション意識しなくても勝手にグラデになってくれますね。目を開くとやっぱりちょっと影っぽい印象。そしたらこの上の2色を NARS の23番ブラシで取っていきます。こういう下まぶたに使える毛足の長いブラシはいつも博報堂のハイリスのブラシを使うんですが、このカラー発色淡いのでもうちょっとコシのある NARS のブラシを使っていきます。特にこっち側は私このあざのね、色ムラみたいなのもやっぱりあるので、これくらいの発色だとあんまり目元に意識がいかないかなっていうくらい、結構馴染むというか、この肌の透け感、透明感を残してくれるようなカラーです。そうしたら左下ブラウンいきましょう。これをさらに際に重ねていきます。これも318のブラウンと似て見えるかもだけど、328の方がクールトーンなブラウンかなと思います。一応スウォッチ取ってみました。上が318の左下、下が328の左下です。328の方がアイブロウっぽい、ちょっとグレイッシュなブラウンなの分かりますか。こんな違いがあります。このブラウンはちょっと目尻出して下まぶたとつなげます。ここがね、涙でにじみやすいから私は要注意なんですけど、ちょっと出してあげることで目幅をね、広めに見せられるかなと思います。こちらもこの3色だったら全然デイリーユースできると思います。じゃあここにね、ちょっとこのアイシーなカラー重ねます。ちょっと水色さを感じるんですが、そうですね、まぶたの上でパレットの上2色で作ったグラデーションに重ねるとより水色っぽさが際立つような気がします。氷とか雪を連想するようなカラーですね。なのでクールなんですけど、使い方によってはちょっと可愛い使い方もできそうで、こういうトーンのキラキラしたカラーが苦手じゃない人はもちろん下まぶただったりとか目頭とかですね、こういったところにポイント使いしてあげてもいいと思います。328番を使ったメイクはこんな感じです。はい、そしたらこちらもアイラインごく細く引いていきます。全体に引かなくてもこの場合は目尻だけでもいいかも。ちょっと目を寄せて見せたいので目頭ですね。マスカラ、はい、こんな感じで318番メイク、328番メイク完成です。最後ね、もう一度寄りでお見せします。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回は9月1日発売のシャネルレキャトルオンブルビザンス全4色のスウォッチとメイクご紹介しました。ぜひね、皆さんが好きだったルックコメントで教えていただけると嬉しいです。今回の動画少しでも参考になった方はぜひ高評価、それからデパコスマニアアイカチャンネル、チャンネル登録者数10万人目指しておりますので、ぜひこの機会にチャンネル登録お願いします。それからインスタグラムやツイッターなど SNS も投稿しています。よかったらこちらも覗いてみてください。今日も最後までお付き合いいただいてありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。あいかでした。